世紀大体出ましたね。でここが正常値でこれが徳ちゃんのデータですね、うん、上からいきます。電解質のバランスを見るところでナトリウムがちょっとだけ高いと、うん、少し脱水してます、うん、それからカリウムクロールは一応正常だけどね、よくよく見るとこれギリギリだからさ、カリウムとかそうですね、ギリギリですね、うん、高いと例えば脱水とか腎臓悪いとかってことになります。だ次腎臓の機能を見るところです。で腎臓の機能を見るのの一番やっぱおしっこも調べた方がいいんですけど、うん、まだおしっこはちょっと取れてないんで ね、 そうですね。でクレアチニンと BUN のともに正常です、はい、でちょっと痩せてるからさ、痩せてる子ってのは低めに出ます、はい、クレアチニンも BUN もだちょっと割り引かなあかんけども、うん、トクって本当は何キロあるのが正常なんですか。あの子の子ここだったら私3キロあっても全然悪くないと思うんだけどね。3キロで連れてったら太ってるから痩せさせてくださいって言われたんで、うん、なんでかなちょっとわからない。私もわからない中肉中背だからさ、あのこう体触ってね、うん、ちゃんいないか、この辺がさゴツゴツしてるじゃないですか、あの子触ると、ゴツゴツしてね、触れない子はダメでも、うん、触るか触れんかぐらい、こういう極突起とかこの骨盤とか、うん、触るか触れんかぐらいがいいよね。やっぱちょっと痩せてますから、うんうん、まあもし一般状態が良くなったら食べる量を教えてもらって、うん、いきなりドカッと増やしてもダメだから、うん、フードを全体量の例えば 5% 増やす、うん、例えば 100g 食べてたら 105g にするとかね、1日量をね、うん、そういう増やし方の方がいいですよね。あんまりどんどん増やして吐いても困るから、うん、次血糖値、はい、83正常です。ここ肝臓なんですけど、はい、肝臓の数字 GPT35 正常ですね。 GOT が45、はい、まあカッコですよ、44までだから、はい、ALP197 正常です、うん、ビリルビン 0.2 正常です。だからまあとりあえず肝臓でも肝臓ってここだけじゃなくてここも肝臓なんです、はい、先に肝臓いきましょうか。アンモニア36正常、うん、GGT38 で正常、はい、からちょっと裏にも行って、はい、2.6 なんだよね。2.6 何がですか。あ、今日の体重。違います。胆汁酸 TBA っていう検査項目がありまして、胆汁酸 24.5 以下ならいいんですけど、食後の胆汁酸、はい、で 2.6 だから正常でしたね。だから今のところ肝臓はほぼほぼ正常範囲です。ただこれからもし溶血していくとこれが上がっていく可能性があるんで、上がっていかんようなものを今ちょっと点滴の中に入れて点滴してます。今からが問題なんですね。そういうことなんです。で次タンパク 6.6 正常ですね。アルブミンも正常、ガグロブリン 2.8 正常ですね、はい、カルシウムも正常。か次脂質代謝でコレステロール98正常です。中性脂肪はかえって低いぐらいだよねこれ。あ、うん、多分食べ物かな、うん、まあ低いからって、中性脂肪そう問題にはならないんですけど、はい、から MF というのはあの血液につく寄生虫ね、うん、犬歯状虫マイナスでした、うん。それから PCV っていうのは血液を取ってその中に何パーセント赤血球があるか、 46% がちょうどいいところです、うん、次白血球の数14000で、この子は一応7歳過ぎてるからすみません、シニアになります、はい、そうすると大体シニアの子は5000から13000の間だからちょっとだけ増えてるかなと思います、うん、から黄疸や溶血、これは気にしないでください、うん、でさっき言った肝臓アンモニアとジジジは正常でって言いましたね。あとこれ、うん、リパーゼっていうのは膵臓、うん、膵炎になると上がってくると言われてますけど、まあ、一応37だから正常範囲ですね。ただすいません、これから上がってくるかもしれない、うん、CRP、うん、これはですね炎症マーカー、体の中に炎症があるかないかを見るんですけど、正常が 0.7 以下だからちょっと高いです、うん、だからちょっと炎症が起き始めてるかなと思います、うん、はい、ガリン、これはまあ、若い子、もう若くない子の場合は腎臓が悪くなると上がってきますけど正常でした。次 CPK、 これちょっと高いですね。 CPK っていうのはちょっとすごい広いんだけど、筋肉神経、うん、どれかが弱ると上がります。で筋肉も3つあるから、うん、普通の骨の周りについてる骨格筋と、うん、それから胃とか腸の筋肉、平滑筋と、うん、それから心臓の筋肉と3つありますんで、うん、もしかしたら胃の筋肉が弱っている可能性はありますよね、うん、あと神経は脳とか脊髄の中枢神経と末端の神経、うん、このうちどれかが弱っていると上がる、うん、これが上がっているからどれとは言えない、うん、でもお話だけ聞いたと、もしかしたら平滑筋、胃とか胃の筋肉とかねがちょっと弱っている可能性はありますんで、うん、そのせいかもしれません、うん、で
次、さっき白血球の数が1万4000って言いますけど、だけどその内訳も大事で、どういう内訳かっていうと、高中級ってあるんですけど、若い高中級と大人の高中級、これが1万80、一応正常だけど、まあ、正常のちょっと多めかなと。でこれはどういう時に増えるのかっていうとですね、急性の炎症で増えますよ、高中級っていうのは。だから、まあ、ちょっとこれが増えかけてるかなと。リンパ球は1960、正常です。でこれはいいですね。これが本当に具合が悪くなってくると、リンパ球って線切ってきます。調子が悪くなってくると病気になってきたり、すごい大きなストレスがかかると。で反対にこれが増えるのは、あの血液の癌、白血病とかになると2万とか5万とか増えちゃいますけど、まあ正常です。だから短球、これ慢性の炎症で増えます。ちょっとだけ高いですね。これは慢性の炎症って、慢性の炎症ですね。1350まで1400ありますから、これ明らかに増えてます、慢性の炎症って今日食べたからってこんなすぐは増えないからさ、もともと慢性の炎症が体の中にあると、例えばいつも痒いとか、それ慢性の炎症になりますし、なんか石が胃の中に入ってて、それが流れれば、それも食べて1日で出ちゃえば慢性の炎症にはならないけど、胃の中に残ってたとすれば、それも慢性の炎症じゃなります、次、好酸球、これが560で、寄生虫がいる場合、まあ正常です。寄生虫がいる場合、それからあとは実を言うとアレルギーの場合にも増えます、からあとはある種のがんで増えますけど、一応今は高くないです、ただ好酸球もさ、なんかストレスがかかると、リンパ球もそうだけど下がってくるケースが多いんでね、本当の好酸球だともっと多いかもしれませんね、あのちょっと痒いのがあるから、から次、これ TBA 胆汁酸、これが一番肝臓の機能を見るんですけども、まあ食後だったら 24.5 以下だから、まあ全然正常範囲でした。それからこれは、血圧で、これが最高血圧です。でこれがあの脈拍数131回で、まあ、上が163、これ人間と一緒で140までが正常です。だから高いです。だけどね、血圧ってドキドキすればすぐ上がるから、なんか検査しててさ、心電図取った後に取ったんですけど、これは上がると思います。だからあくまでもこれ参考値で、ね、本当に高いとは思わないです、ただ7歳以上のトイプードルでちょっと心臓病になってきたりすると血圧は上がる可能性があります、だからあくまでも参考値ですけどね、じゃあ次、白血球の数、レッドブラッドセル666万、一応正常の下の方、正常の真ん中よりもちょっと下ぐらいですね、からこの赤血球の形を見てるのがここだ。これ赤血球の形を見てるんですけど、100個数えて1個ぐらいね、大きくて青いのが出てます。それは若い赤血球が出てるということで正常です、出てないと困ります。だから血小は少し増えてるかなって血液トマスで見たら思いましたけど、機械が測ると363,000だから正常範囲、でもこれもこれから増えてくると可能性がありますね、でということで、治療近くなんですね。近くなんですね、そしたらね、外来で治療できると思いますけど、治療時間に半日欲しいんですよ、だから今日夕方までもう6時か6時7時までやってるんで、6時以降に迎えに来てもらえますか、で迎えに、じゃあ一旦連れて帰って、そう一旦連れて帰って、でもまた明日朝来てください、それでまた朝から治療してきますね、夕方まで、そうすると結構入院に近いことがやれるから、もう遠くの人だったらもう絶対入院してくださいになっちゃうんだけど、近くの人だったらそれでもいいですから、でさあ、そんで一回お話は終わり。